バスケットボール B2 リーグ山形ワイバンズの新体制発表会見が行われました。ワイバンズは昨シーズンリーグ戦10連勝を含む31勝を挙げ B2 東地区3位でプレーオフに進出しました。そのプレーオフでは初めて準決勝に進出し過去最高の4位、クラブの歴史を塗り替えるシーズンを過ごしました。今シーズンも引き続き石川雄一ヘッドコーチが指揮を取ります。ペースの速いバスケットを目指しながら、アウトサイドのスリーポイントを武器としたチームっていうのは継続してやっていきたいと思います。戦力面では昨シーズン1試合あたりの平均得点がチームで最も多かったジェームズ・ベルのほか、村上信也や白戸大成など多くの主力が残留。新戦力としてはブラジル代表経験を持つレオナルド・デメトリオら4人が加わりました。その中の1人、36歳のベテラン、都市野達彦選手。3年前、B2 リーグアシスト王にも輝いたことのあるポイントガードです。移籍1年目でのキャプテン就任となりました。まあ、幸いチームにはすごく、経験豊富な選手も多いですし、若手選手たちもすごく練習に対して熱量のあるメンバーが多いので、一丸となってしっかり、チーム戦っていけるように、自分もリーダーシップ発揮して、今シーズン臨みたいと思います。もういろんなチームで経験してきた、ベテラン選手でありますし、その経験をしっかりとこう、伝えてもらいたい。新生ワイバンズは今月31日からプレシーズンマッチなどを行い、リーグ開幕戦は10月5日、ホームで静岡と対戦します。